今歌ったやん、キャリーのポンポンポン。あ、歌ったやん、確かにそういえば歌った。ポンポン、ウェイウェイウェイ、ウェイウェイウェイ、ポンウェイ、ポンポンポン、出して、お腹はポンポンポン、ポンポン、ウェイウェイウェイ、ウェイポンポン、ウェイポンポン、ウェイウェイ、ウェイポンポン、ウェイ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 。正直ね、あれね、あれをね、一度もね、俺、毛はふさふさだから。はい、どうも、アクです。今回もモダンウォーフェア3、実況プレイやっていきたいと思います。かれこれ、6試合目となります、本日の。多分もう2週間後ぐらいのアップロードかな。多分2週間前の収録で、なってると思います、これは。ブートレグということで。ブートレグと、おー、ストリップルナイス。すげえ。あそこ狙えないんだよな、あそこの、ちょこっと出るとこ。いやー、最初のトリプルどうやったんですかね、あれ。多分、屋根に当てたか何かしたと思うんですけどね、あの着弾の速さからすると。下ネタ。ネギラさんが今、なんか下ネタネギとか言って。下ネタね。はい。ということで、今回の話題、何いたしましょうか。最近ちょっと私の悩みというかね、大変気になっていることが一つあるんですけど、車の、お手入れについてです。まあ、視聴者の皆さん、ほとんど未成年の方、もしくは免許まだ持ってなくて、車持ってない方も、いらっしゃると思うんですけど、ちょっとそちらのお悩みを、ちょっと行ってみたいと思います。ですね、そうなんですよ。最近ですね、車の、ボンネットの汚れ、というのがかなり、目立ってきまして、洗車はしてるんですけどね、なかなかその汚れは取れない。で、ただ、ボンネットなので、研磨剤とかね、なかなか手出しづらいんですけど、窓はね、研磨剤がっつり使っちゃいまして、なんとか汚れは取ったんですけどね、やっぱりボンネット残ってるんですよね。鱗状の汚れっていうんですかね、ネットで調べると結構出てくるんですよ。それでもやっぱり直す方法がよくわかんない、直すというかね、掃除の方法がわかんないんで、悩んでるとこなんですよね、そこは。非常に。あぶねえ、ショットガンあぶねえ。そーっとちょっと時間くれれば。これ出てくるんじゃないの？こっちか？よくわかるな。うまい。ボルト。世界最速。エイムも世界最速。あかん。危ねえ。いっぱいいるな、中に。すんごいいる。いやクイドロでもちょっと最近遅く感じてきましたね。この投擲物の。おぉ、ナイス。あとは、このロングレンジ、いると思うんですけどね。いないですね。多分一人来ると思うんですよね。来ない。裏取るか。今のうちなら裏取っても、お、またトリプルすごいな。爆発物だけど、まあ、すごいですね。おー、ナイス。いい攻めですね。非常にいい攻めです。あれ、来るか。危ねえ。もうショットガン危ないですよね。もうこういう近距離だともう勝てませんから、なかなか。にゃん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 。あかんあかんあかん。これはが、これはが。リコンドローン。リコンドローンね、EMP あれば楽なんですけどね、今 EMP あるな、多分。あるけど、敵はあんまそんなつけてこないと思うんで、逃げます。あ、破壊ナイス。
破壊早い。絶対いる。後ろか。どっからだ。うーわー、クリアリングすればよかった。じゃあ俺もリコン出したいけどな、この点差だからな。出して戦力あれで負けちゃったら困るしな。うおどうして出した方がいいのか迷いますね。そうそう、車の話してたんで全然忘れて、汚れは取れないですよね。本当になんか汚れは取れるいいやつないですけどね。ちょっと高くてもいいんでね、もしお手入れに興味ある方、まあいるかどうかわかんないですけども、はい、いらっしゃったらぜひお願いいたします。いけるよ今の。結構勘で当たればね、綺麗に決まったと思うんですけどね、なかなか当たらない。どうする、どうする、真ん中行くか、かけるか。絶対来るけどね。来ない。うわ、おお、ナイス。ということで今回、結構前半からの、トリプルとかね、良かったと思います。ということで今回の実況を終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。じゃあさよなら。